はい、こんにちは、キャットマンです。で今日は、日本がスペインに4対0と大勝したことで、まあ、少し書いていきたいと思います。まあ、なんて言うんでしょう、なかなか日本が勝ったんでいい試合でしたねっていうのがなんですけど、まあこうスペインも何やろ、ボールホなんでポゼッション率が7割8割って言うんですけど、そうなんですよね。なんか昔の日本でバック、昔本当のもう何十年も前の日本代表のパスを回すだけっていうのを感じましたね。まあ書いていきましょうと思いましたけど、なかなか女子って書いたことないんで、宮澤ひなた選手のやっぱ先制点って大事なんでね、これアイガンだけど、まあこのままいきますか。こんなもんや、こんな感じやな。うわ、うまいことかけん。しかしでも女子サッカーの情報が全くない、全くないですね。今一応もうちょっと NHK でやるなら NHK の CM を頼むな。森屋はな、わからんわな。あー、これむずいな。女子やめるか、外側の感じかな。まあ、基本的に僕キャットマンなんで猫を中心に書いておりますが、いやこれむずいぞ。まあ顔は適当、顔は後で書こう。ちょっと後で写真見ながら書いていきたいと思いますけど、基本猫の被り物かぶってるんで、まだ男子っていうか、まだ海外サッカーも始まってないんで、今ワールドカップだけなんで、なんかいまいちやけども、このまま書いていこうかな。1点目のゴールシーンやな。左のインサイドキックか、また難しいな。女子やろ。でもまあスペインと日本も似たサッカーをするっていう前評判だったんですけど、まあ試合見てると、あれですね、あのパス回しをするなら絶対に取られたらいけないはずなんですけどね。スペイン取られてましたね、日本に。なおかつこう背後へのケアが全くないという、残念ながら。だからあのパス、まあパスってこう細かくつなぐ状況で、結構なんていうんだろうな、スペインがそのなんか絵描きながら喋る、難しい。あのスペインがその何て言うんですか、ああいう何やろ、こうプレス回避、プレス回避するときにうまいこと言ったときに音歓声湧いてたんですけど、もうその時点で結構危なかったっていうことなんで、なかなかもうなんか勝負ありやったかなっていう、日本のプレスがかかってましたね。よくい
まあ一番ショートカウンター食らったらダメなんですけどね。ああいうせっかくパスも細かく細かく回して、でも次日本の対戦相手がノルウェー、日本がFIFAランク11位でノルウェー12位、でもねスペインがねFIFAランク13位、いやいやいや微妙やな、見方が分からんけど、スペインはもともと1年ぐらい前は13位ぐらいで上がってきた感じで6位まで、それはヨーロッパ強いチームだったら、でもアメリカがダントツ1位か、ドイツ、アメリカがドイツ、スウェーデン、イングランド、放り込まれると嫌ですね、ボールを。なんかノルウェーとスフィンランドなんか近いもんで同じスタイルのような気はせんこともないですけど、うわどうながんだったな、いやこれは後で修正、これをもっともちょっとこれ失敗するとあかんもんで、レイヤーコピーで複製で、そうやな、これは女子はもう今から綺麗に書いていこうかなと、複製しとるもんで失敗してもいいんで、でもだからこれ薄くしとくか、薄くしといて、薄くしといて見えるようにしといて、ある程度消して、スタイルよく書かんと、せっかく女子なんてあんまり書くことないんで、よっしゃ任しとけよ、ここはこう書くか、いい多分こんな感じや、いやー女子かわいそうやな、一回優勝したもんで、優勝しないとなかなか認められやんとこがあるんでね、そんな気はしないこともないんですけど、十分もう決勝トーナメント進出ってすごいんですけどね、これさこんな感じかけんか、お、なんかいい感じや、どうやってなったら綺麗に描けるのかな、描けとるか綺麗に、ちょっと難しいな、消してみよう、無理やな、こんなもんやな、スペインの選手も変えておくか、あいつらスライディングできたね、なんか久しぶりに顔でうまく描けんな、よいしょ、これはもう顔描くのめんどくさいで、こんな感じ、あ違うな、反対か、戻すか、でもスペイン人大きいディフェンスなのな、ちょっと大きいか、手をで、ポーズ的にはこう、ポーズ的にはどれぐらいか、で、そうなんだ、強豪スペインとか言うけどみんな多分男子と勘違いしてるもんな、
あ、しまった、ページ書いてなかった、変えよう。これをまあ変えるときは複製して、レイヤーの複製して、もうこれを消すっていう、消すと、あ、見えへん、これ邪魔で、これを消すとこのスペインの選手だけのレイヤーになるもんで便利ですね、最近はって感じですね。よいしょ。あと、こいつはこれを消すと、で、よいしょ、首の感じがおかしい、目が停車にしちゃいないか、顔描きたくないで、あ、顔を描きたくないで、まずはその男子センスみたいに描いといて、届かんよ、あとで近づけるか、むずい、何書いてるか分からん、久々に何書いてるか分からん、違うな、こうじゃないな、スライディングだって難しいね、待って、こうやって書けば、なんとなくスライディングしようね、見えるかも、違うけど、もう勢いでいこう、勢いでいこう、なんか違う、後で重ねよう、20番の選手はスペイン、多分まだまだ全体的に女子がまだちゃんとアスリートが揃ってないっていうか、確か去年もそのなでしこのリーグで安藤梢選手がディフェンスに MVP 取ったってことは、やっぱりもともと身体能力が高い選手がいるっていうことで、やっぱりまだまだその11人身体能力高い選手集めれないのかなって気がせんこともないですけど、よっしゃ、宮沢ひなた選手のどんな顔してるの、宮沢ひなた選手、むずいな、むずい、女の子で、女の子、ちょっと待てよ、宮沢ひなた選手、うーわ、女の子やで、待って、まつげ描いとけよ、ちょっと、これ細いか、最悪、真ん中に全部パーツが揃ってるで、怖い、これは申し訳ない、これはダメや、なんか、なんとなく、
年っぽく見えるやろ。むずいな。犬になるな、まあ、一応猫キャラなんで。いや、でも歯を食いしばってるゴールにするか。そうすると笑うとる笑うとる。ヘアバンドか。ヘアバンドか。川澄選手が好きなんだ。ヘアバンドどう書くか。もうとりあえず7-3やな。一応こっちから分かると思うな。うん、あ、で、ヘアバンドを上から塗るとして、白、ピンクなのかな。ピンクのヘアバンドか。なんかごつい、ごついな。でもこんな感じやもんな。割れとる割れとる。で、よし、ここでちょっとこいつは削除して、マジか、顔が上に行ってまった。スペイン選手に一旦これを、こういう時は一旦これ複製して、でこいつを下で重ねる。で消して、このスペインの選手を消しましょうっていう感じやな。消して、でスペイン選手のレイヤーのこれを消すと、まあ下手で書き直せばいいねんかっていうのもあるんですけど、まあなんとなく。でこっから、いやめっちゃ時間かかるな。なるほど、構図が浮かばんな。でももうちょい寄せるか。これちょっと今日書きたくないんで、もう複製しといて失敗せんでもええように、重、よし、この下分けしとこう、万が一。これをまずこの子を、よいしょと、もうちょっと真ん中に持っていきましょうか。投げはね、重なるもんで消しといて、頑張りよ、お前簡約こっから。こんな感じでちゃうかな。ほら、どうや、いいんでね。良さそうや。よっしゃ、色塗りや、今から。色塗りは、違う、これや。よっしゃ、まずは7番、ちょっと色を見ながら。よっしゃ、まずはジャパンブルーや。ここからちょっと青に近いな。こうなるかな。お、まあまあ、青は変えときゃ、まあ、塗りつぶして、あ、この子も黄緑か黄色の、まあまあやな。で、一応先に
全体を、黄緑のシューズか。黄緑やな。ナイキか。これ多いの？全然見えやんけど。よいしょ。こんな感じのエリアやな。まあ、肌は日焼けしとるで。こんなもんや。もうなんか、よっしゃ。さあ、難しいぞ。顔はこんなもんや。髪の毛はちょっと茶髪。で、ヘアバンド。ピンクって言っとったな、確か。ピンクを描くか。緊張するのか、ヘアバンド。ピンクねえや。薄いピンクか。これがピンクか。で、薄くしていくと、ああ、こんな感じだ。これを、ヘアバンドをこれ、こう描くのか、こう描くのか、もう一回描いてみようか。そういうことね。上に掛けやんやけど、なんかこれでええんかな。ああ、そういうことか。ねえ、ヘアバンドだけ別に書いてあるか。そうすると、ここに、探して、緑。だから、ここに、こうやって上書きできるので、ヘアバンドを、いや、ただこれ難しいぞ。よし、ヘアバンド、まあまあヘアバンド書いたって、ヘアバンドだけのレイヤーか。よいしょ。よし、今からなんかゴリゴリになったな。白がちょっと赤いんやな、なでしこ。サイドが白を、ちょっと白を、ね、よし、黄色の7。書いてあるか。あ、違う、でかいな。アディダスのマーク。ヤタガラス書くか。これ厄介やな。いけるかな。いけるか。黒でかい。まあいいか、まあいいか。で、白を、むずいて。よし。で、赤を。よいしょ。むずいて。ほら。よし。で、黒のヤタガラスを描くって。これはまあ、適当で。難しいんで。こんな感じで描いとけば、僕に見える。濃いな。
ほら、なんとなくなんか違う。イングランドみたい。黄色になるのも、まあ、曲がっとっていいか。まあ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 、できたな。で、スペインの選手を変えていき、の色を塗っていきますということで、これ邪魔になるので、よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、色塗り用のやつを出してと。スペインのエンジか赤か、難しい色やな。これを濃くして、ね、ん？これってこれをちょっとどっちかこっちか、おお、このオレンジに近いんやな。だからこんなもんかな。お、抜群、抜群。全部は赤いねか、こいつら。やっぱ分からんないやろな。日本が強いとこ、やっぱコロナで J リーグがどんなんか分からんないやろな。 J リーグ違う、あのなでしこリーグが最近なんか W リーグって言うんだけど、なんでなでしこリーグって言うのっていうのが、それがよう分からんな。本当になでしこねえのにな、嫌いじゃないのよ。これがオレンジに近いこのものか。もうラインに何も入ってないのよ。20番の選手が突っ込んできてるな。あ、危ない。全部一色、サイドのラインなしか。こんなもんなんや。まあ、結構見えるな。じゃあね。一応いつも。この後ろには国旗を、ワールドカップの時はみんなの国旗を買い取るけど、やらかした。これ難しいぞ。一緒なんや。スペイン国旗の赤の色と全く一緒なんや。書いてみようかな。書いてみましょうかね。いや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 、ちょっと待てよ。そうすると、あ、違う。書けるな。黒で、これ黒で、枠を使うので、真ん中にこのオレンジっていうか、いやいやいや、めっちゃむずいよこの辺が。どういうこと？もうちょいか。もうふとしたの。気持ち悪いで。こんなもん？よいしょ。攻めるぞ。こんなもんやろ。でもまあ、でもテレビが強豪スペインか、そのあいつらフィアランクが高いもん同士試合しとったらそれ上がるやろ。いや、女子は頑張ってほしいな。もう一回世界一取ってほしいな。でも今回の活躍で、いや、ちょっと今女子のあれがよくわからないんですけど、昔はアメリカのリーグ行っててが一番レベル高いと思ってたんですけどね、どうもなんか違うような、なんかマンチェスターシティとかアーセナルとかあるもんで、あの辺がよくわからないんですけどね。
どうなっとるかっていうのが、一体どうなっとるのかっていうのが、女子の情報が全くないんで、なかなか難しい。女子もなんかテレビでやっとるやろか、その辺がわからないですけどね。ブラックスペイン国旗みたいになった。どうや、もうなんかぽいな、なんかおかしいけど。でこれを、あ、これをこうこうこう刈ると、わろとる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 、でボールを書いてあげようかな今回は。ボールが一番上になるんで、レイヤーのレイヤーとして、うん、いや提案ないけど、女子に行ってボール変えたらいいのにな、軽いボールに。で僕の一人の勝手な感想なんですけど、そのコート変えるのはリスクあるんで、ボールを軽くすれば早く飛ぶんでね、難しいんかな。そうすると変な変化かかるもんで、なかなか難しいんやけど、フィファも考えてるもんな、そんなことは当然とは思うんですけど、こういうか、まあまあな。で塗りつぶしの塩を、うい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 と、でよいしょ。いやー頑張ってほしいな、女子人気でやんかな。ああもうなんとなく臨場感全くなしやな。手首を上に来とってほしいけど、もう抑えてないもんな。でこれがここに宮沢ひなたと入れるか。いやいや待って、まずはよーし、ボールかけたし、藤野じゃない、宮沢ひなたを、あー筆入れやな、ちょっと待って、ボールのところにかけーか。日本、日本5、0スペイン、せやな。おお、白になった。戻れ。なでしこジャパンで、じゃあ日本5点じゃない、4-0やな。かけへん、スペイン、エス、あかん、ちょっとでかすぎた。やっぱりちゃんとなでしこを応援してあげないと、サッカー好きにとっては。よし、で文字入れやな、ここに文字追加、違う、これ戻る、藤沢、難しいね。
宮沢ひなたこれら、なんか可愛い感じの字やで、横書きになるんか。これをもう一回縦書き、よし、サイズ大きしたろ。うん、なんかひなたって変な字やな。でもまあ、あ、全体的に寄せたかったな。まあでも、まあ今日はこんなもんですね。まあ日本は4対0、まあ土曜日、フィンランド、楽しみですね。ということで、キャットマンでした。チャンネル登録よろしくお願いします。